8月2日午前中の取引を終えました。東京市場東証一部はほぼ全面安の展開となっていまして、日経平均株価は昨日に比べて509円36銭安い2万1000飛んで31円63銭でした。500円を超す下げ幅となりました。トピックスも昨日に比べ 33.92 ポイント安の 1533.43 でした。東証一部全体の 92% にあたる1989銘柄が下落しました。上昇したのはわずか 6%、 130銘柄にとどまっています。そして新興市場も軟調であります。マザーズ指数が昨日に比べて13ポイント安、パーセンテージにすると 1.4% の下落。ジャスダック平均株価も28円安、パーセンテージにして 0.8% の下落でした。トランプ大統領が9月1日に対中国の関税第4弾を発動するということを表明しています。これを受けて一旦は遠のいたと思われた米中摩擦の激化ですね、これが再びリスク要因として一気にマーケット上に顕在化してきています。それを受けたアメリカ市場でありますが、昨日のニューヨークダウは280ドル安ということで 1% を超す下げとなりました。このあたりが一気に東京市場のリスクオフムードを誘っているようです。そして今日はまずドル円の冷やしチャートからご覧いただきましょう。為替ドル円の冷やしチャートであります。FOMC を経て昨日は円安方向に為替が振れました。アメリカは利下げはしましたが、これ以上の連続利下げというのに否定的なコメントをパウエル議長が発したということで、利下げをしたのに逆にドルが高くなって円が安くなると、昨日はそうした円安ムードでしたが、トランプ大統領の発表を受けてこのように一気に為替相場で円高が進んでいます。今日この時点では107円の03銭ということで、一時期107円を割って106円台に突っ込む場面もありました。急速な米中の話、そしてアメリカでも10年債利回りが急低下をしています。このあたりを受けてドルが安くなって円が高くなる展開、円高を受けて株安であります。そしてこのドル円の冷やしチャートでありますけども、今ポイント接触節目を迎えています。ドル円冷やしチャートにトレンドラインを引いてみましょう。こちらですね、このところ109円のところでこのように2つの山トップができていて、つまりここがネックラインになります。このネックラインを今日割り込んでしまいますと、一気に加速トレンド、下落トレンド、つまり円高方向に急速に振れる可能性があるというのが、このチャート形状からは読み取れます。そしてそのチャート形状というのは実は日経平均株価も同じであります。日経平均の冷やしチャートであります。こちらですね、日経平均株価も今日急速な円高株安となっているんですが、ここですね、ドル円と同じようにトレンドライン引いてみますと、ここら辺に2つの山、だいたい2万1700円どころに2つの山があって、こう考えるとこのあたりがネックラインとなります。ここの安値というのを今日割り込んでしまったり、来週以降割り込んでしまいますと、急速な下落が演じられるといった、どちらかといえば売り方が好むようなチャート形状、一気に下げかねないようなチャート形状となっています。このあたりトランプ大統領ですとか為替の動きからは週末連休中も目が離せそうにありません。そして今日の東京市場でありますけども、主力銘柄は軒並み安です。例えば6301小松、中国絡みで問題が起きると必ず売られるこの銘柄ですが、今日は直近のところ、決算発表なんとか通過したんですけども、さらに下落ち圧力が強く窓を開けて売り物に押されています。そして今日決算発表を行う予定のトヨタ自動車7203です。こちらも大きな陰線を引いていますね。25日線を割り込んでの動き、株価の方は午前中段階で7線を割って6891円で終えました。そして FOMC を受けた後ドル高円安だったんですが、結局あの FOMC 何だったんだというぐらいの逆巻きの動きで今日は急速な円高に振れています。アメリカの長期金利も現在時間外取引で低下中でありまして、これが東京市場銀行株への重しになっています。8306三菱 UFJ フィナンシャルグループ、
こちらも、昨日は、金利 FOMC の後に、利下げが連続ではないだろうという見方から金利低下が一服するとの思惑で昨日は銀行株買われていたんですが、結局はその分を打ち消すかのような今日は売りに見舞われています。今日の東京市場、トランプ大統領による対中関税第4弾の発表ですとか、それに絡むんでしょうかアメリカ株安ですとかアメリカの10年債利回りの急低下で円高株安が加速しています。午前中の段階で東証一部はほぼ全面安となりました。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。